楽天モバイルが、えー、ついにですね、プラチナバンドを割り当てられるということでですね、700MHz 帯ですかね。従来そのガードバンドって、渾身を防ぐために使われてた帯域だったんですけれども、それを 3MHz ずつですかね。非常に極小の帯域です。通常 20MHz から 25Mz ぐらい。 他の携帯大手3社ですね割り当てられてるんですが楽天はたったの3メガということでそこに収容できる人数はまあ7 8 0 0万人ぐらいなんじゃないかというふうに言われていてプラチナバンド一応割り当てられたはいいがそんなに待機でかくないよっていうまあプラチナバンドなんであのいいかって言われるとですねその電波が あの、解説する、回り込む、そういう性質を持っていて、ビルの中とか、ビルの谷間とかですね、そういった都心部でつながりやすい。ま、逆に言うと今、あの、1.7GHz 帯しか持ってない、プラチナバンド持ってない、え楽天はつながりにくい。その代わりですね、今は KDDI にお金を払って、ローミングをしてもらっていると。ただ、通常ですね、他の携帯キャリアは、ま、大金なんか10個とか、 持ってるわけですよ。で、それ全部繋げて、キャリアアグリゲーションといって、じゃあ 1.7GHz 代、プラチナバンド、3GHz 代、まあ、みたいな感じでこう、それをくっつけて、アグリゲーションって言って、まあ、くっつけて、大きい帯域にしてですね、大容量をくれるようにするみたいな、まあ、特にその最近ブロードバンドをね、動画を見たりとかする人たちが非常に多いので、 えー、そういったキャリアアグリゲーションというのをやってるわけですけれども、楽天はもう 1.7GHz 台しか持ってなくて、プラチナバンドは借り物なので、KDDI の。 あの、KDDI とキャリアアグリゲーションできないので、むしろ MVNO の方が、どこも au ソフトバンクの電波を使ってるんで、しかもキャリアアグリゲーションもしなければいけないので、待機たくさん使えて繋がりやすいスピードモデルというような状況、今楽天はそれができないっていう状況。まあ、もちろん、自前のあの、プラチナバンドを、まあ、得られれば、それはできるんですが、待機がね、狭い3メガしかないってことで、これは結構辛いんじゃないかな。 っていうふうに思います。あの、収容できる、同時に収容できる人数が相当限られるので、かなり僕は厳しいんじゃないかなと思いました。あの、特に都心部ですね、渋谷駅とかね、そういったところで、ものすごい数のですね、人数がいて、その人たちがみんな動画を見たりとかしてるんで、それで最近どこも、どこもですら、あの、つながりにくくなってるところに、この極小帯域の楽天が来て、つながりやすくできるのかっていう問題が一つありますよね。ソフトバンクとかが優位に、あの、行ってる のは、あの、割と最近繋がりやすいっていうふうに評価されてるんですね、どこもより。これなんでかっていうと、昔あの、ワ m o b i l e って元々 PHS の会社なんで、その PHS 時代って、マイクロセルって言って、あの、普通の携帯電話よりも、通った範囲が狭かったので、マイクロセルって言って、いっぱいその、基地局を都心部に作らざるを得なかった。まあ、その時の資産が生きていると。そこでもう、 結構だからいろんな電波帯域をですね、これネットからね、ツイッターとかそういったところをウォッチして、ソフトバンクこの辺で繋がりにくいとか、そういったデータをですね、取ってきて、で、携帯電話のこう、基地局の設定を変えたりとかしてですね、えー、繋がりやすくしていってるっていう、もうその細かい SNS ウォッチみたいなものも聞いてる。でもそれをやろうと、えー、する前提として、電波帯域がないことにはどうにもならないわけですよ。 だから、あと、基地局がないとどうにもならないわけですよ。基地局ってだからその、都心部だったらビルのオーナーとかと交渉してですね、そこにアンテナを建てさせてもらわなければいけないので、まず、そこがめちゃくちゃ困難なんですよね。で、今、まあ楽天どうしてるのかわかんないですけど、プラチナバンドを既存のその1.7ギガのアンテナの上にちょっと採工すれば、あの、使えるみたいな話をしてるようなんですが、そんな、そんな甘くねえよと。 え、電波帯域違うんで、そうすると電波の特性も違うし、ビームをどの、どういうふうに、えー、ビームを向けるのかとか、指向性どうするのかとか、そういったことをですね、考えなければいけないんですよね。だから、その基地局によって、その場所の得て増えてみたいなものもあると思うので、まあ僕はそんなに詳しくないですけれども、まあ、容易に素人でも想像できる。プラチナバンド用にまたアンテナ立てなきゃいけないから、設備投資費用がまた、加算んでくんじゃないですかと。 全国に当然プラチナバンド用の設備を作らなきゃいけないですからそこでまたドカンと費用がかかっちゃうんじゃないのとさらにそれを導入したとしてもですね都心部はかなり繋がりにくくなるんじゃないのっていう疑問ですよね KDDI のアンテナを今使っているまあキャリアアグリゲーションは効かないまでもですね一応繋がるようになってますとそれを今度は多分 KDDI やめてこの え、楽天が、あの、新たに割り当てられたプラチナバンドだけっていう話になってくるとですね、そもそも楽天のユーザーって、その、使い放題、ギガ使い放題みたいな感じのユーザーさん多いので、そういった人たちがですね、渋谷とかに行って、楽天全然繋がんねえじゃんみたいな話になって逆に評判を落としてしまうんじゃないかっていう、 まあそういったちょっともうほんと心配ですよね。さらにここで SBI 証券に手数ゼ0円競争をですね、仕掛けられ、これもだから、ちょ、中長期的に見ればですね、SBI と楽天にそのお客さんが修練していく、二強に修練していくということで、いいことだと思うんですが、今、楽天証券ホールディングスは上場審査中なんですよね、最、最終の。上場時期が、これも利益にかなり、あの、もうダイレクトに手数ゼ0円でヒットしてきますので、これからのその業績 のの計画とかかもまあから変更しなななければいいなくなるのは間違い,ない。で不確定感も増してくるということでこれ、上場審査、東証の上場審査の直前で大幅に利益が下がってしまうような短期的だとはいえ大幅に利益が下がってしまうような出来事をですね、あの上場審査。 いやあ、投資結構硬いんで、これ、上場承認を降りるのかどうかって結構僕は微妙なのかなっていうふうに思ってます。これ、そうしない、そうするとですね、その資金調達、予定していた資金調達ができないし、なのでもう、もうすでに株25%かな、持ってる水保がダンピンをするみたいなことにもなりかねないのかな。そうするともう証券手放しちゃうみたいな話にもなりかねないのかな。 というふうに思いました。今、あの、楽天モバイル、いろいろね、あの、例えば NBA の独占配信権、えー、値上げしたんだけど、楽天モバイルに入ると値上げされないみたいな、抱き合わせ販売とかも、えー、どんどん最近行っていってるようなので、これもどうなの独占禁止法に触れないのとか、抱き合わせ販売なんじゃないのとか、消費者庁に文句やれないのとかですね、いろいろ心配になること。で、これって、タコ足食いじゃんみたいなね。 あの、実質値引きみたいなことをやってるわけでですね。これで獲得した回線が果たしてそれは有効なのか、役に立つのか、利益を将来的に創出するのか、まあそういったところもですね、不安になってくる、そういった状況でございます。ということで、まだまだ厳しい楽天の状況は続くということで、いってらっしゃい。